皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津にあります私立飛龍高校さん、こちらを紹介します。まず科の紹介、これをしてその後令和6年度から大きく変わる部分があるので、最後にその部分の説明をしていきます。飛龍高校さん、科は2つあります。普通科と自動車工業科です。普通科の定員は390名で、今年の入試の倍率は 1.42 倍でした。これは併願者を含む倍率です。コースは3つ、総合スポーツコース、ね、こちらは中学校での運動の実績は問わないと、スポーツが好き、ね、それスポーツをやりたいと、ね、そういう人に入ってほしい、そういうコースです。ただし3年間運動部に所属することが条件になっています。でこのコース2年時からですね、スポーツ進学とスポーツという2つの系列に分かれて学習が進みます。で未来クエストコース、こちらは2年時から4つの系列に分かれて学習をします。その系列というのは進学チャレンジ、子ども福祉、情報 IT、 キャリアデザイン、これ4つです。それから3つ目のコースはフードクリエイターコース、こちらは食に対する技術と知識を身につける、そういうコースです。これは2年時からリトルシェフとリトルパティシエという2つの系列に分かれます。このフードクリエイターコース、最新の実際にプロが使っている機械、これを使って調理をするんですね。これ実際見学させていただいてるんですけれど、あ、すごいなと思いました。でその見学した時、ここで作ったクッキーをいただいたんですけれど、とても美味しかったです。では自動車工業科ですね、こちら定員が40名、今年の入社倍率は 1.78 倍でした。この科結構人気があります。でこちら2年生終了時に自動車整備士の産休取得、これを目指すということで、3年時から系列が2つに分かれます。こちらね、2年時からだったのに、自動車工業科だけは3年時からです。その系列というのはエンジニアとメカニックという系列になります。そして最後に、この令和6年度から飛龍高校、大きな変革が4つ行われています。1つ目は授業時間、高校の授業というと1次元は50分授業なんですけれど、これが45分の授業になります。これまで学校行事やなんかの場合は50分授業とか、ね、短縮授業、こういうものを組み合わせてやっていたんですけれど、それをなくして全て1年を通して45分の授業で、授業を行うということです。それから2つ目、これ定期テストが廃止されるんですよ。定期テストがなくなる、これなぜかっていうと、この授業時間数を確保するために学期ごとの定期テスト、これを廃止するそうです。じゃあ成績はどうやってつけるかっていうと、単元ごとの小テストとか、または外部模試による、テスト、その結果とかね、で提出物とか、そういうもので成績を評価するということです。これによって生徒も先生も一次元の授業は勝負になるので、ね、メリハリのついた、学校生活、これを送ることができるとしています。で3つ目ですけれど、朝学習が変わるということです。朝学習これまでやっていたんですけれど、それよりもっと密度が濃くなると、ここの内容についてはちょっと私は分からないので、まあ、朝学習が変わるという、そういうことだそうです。それから、4つ目ですね、これも大きいです。通信課程、これは設置されました、ね、これなぜかというと、せっかく、高校に入ったのに体調が悪くて通学できなくなっちゃう、そういう場合は、通信課程に転籍してそこで学習をすると。で体調が元に戻らなければ、そのまま通信課程で卒業までも行ってもいいし、
体重が戻ったらもう一度前立腺の方に戻って学習することができるようにすると、そういう仕組みにするというお話でした。飛龍高校大きく変革しているんですね。今回は沼津市にあります私立飛龍高校の紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。